トイレトレーラーは震災後にサンドウィッチマンが開設した東北魂義援金への寄付で作られ、おととし12月、気仙沼市に寄贈されました。水洗トイレが3基あり、うち1基はバリアフリー対応となっていて、ソーラー発電やバッテリーなども備えられています。これまではイベントで使われていて、初めて災害対応で活用されることになりました。トイレトレーラーは今日午後、被災した石川県輪島市に向け出発し、当面の間、現地で活用される見込みです。また気仙沼市は石川県に支援物資を提供します。提供されるのは飲料水360リットルと缶詰1440食分で、市内にある防災物資集積配送基地では職員およそ20人がトラックに積み込みました。支援物資は金沢市にある拠点に送られ、その後被災地に届けられるということです。